はい、飯島中学校の皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでさーしゃーでもね、はい、やってきましたクソゲーのお時間です。本日やっていきますゲームはこちらのうどんシュルンでございます。どういったゲームかと言いますと、まだ説明しか見てないんですけれども、上からうどんが落ちてくるわけですね。それを細い筒でキャッチをするというシンプルなゲームになっております。まあ、見るからに説明欄でもね、鬼畜だと、かなり難しいという評判があったので、まあ黙っていられないよね、サワヤンゲームズが。やるしかないということで、うどんチュルン挑戦していきたいと思います。ゲームスタート。なるほど、このレベルがあるわけで、じゃあレベル1からいこう。レベル1、はい、落ちてくるうどんをうどんケースで筒でキャッチせよ。指で十字台を動かせるぞ。最後、はいはいはい、こういう感じで、ね、来いよ、うどん。うどん来ないじゃん。あ、来た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 。え、まっ、レベル1からむずくないか。かなりかなりレベル1から手強いぞこれ。クソが、アイリトライ。最後、軌道見なきゃいけない。うどんの軌道見ろ。うどんの軌道。はい、来た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 。はいー、はいー、キャッチ成功。さあ、レベルクリア。次のレベル。おっと、今度は三段構えだな。さあ、3回落ちてくる。どう来る。うおー、おお、もう、まあ、これはもうこれで、ね、はい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 、もうこれね、落下の距離がね、短い分楽だったわ。さあ、次のレベル。なんだこの筒が、俺斜めになってるぞこれ。大丈夫か。おっと、ちょ待って、ちょ待って、奇跡的に取れた、奇跡的に取れた。はい、次のレベル行こう。なんだこれは、なんかブラみたいな形の、お前なんだ。おっ、あっ、取れたでしょ今の。音が地味にいやらしいんで、ペチャとか言ってないか。さあ、このブラに落ちてくるうどんをキャッチする。はい、完璧。ナイス、ブラキャッチ。ブラキャッチ成功だ。さあ、次のレベル。わあ、すごいぞ、なんかうじうじして。これ、どう落ちてくるか全く読めないよ。ここだ、ここ。なんです、もう、それ、先っちょが来なかったら取れないよ。リトライ。ちょっと待って、絶対取る。取りますよ。はい、来た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 。はいはいはい。なんだ、どっちだ、どっちだ、どっちだ。はいはいはい。はい、楽楽。今のは楽だった。今のは完璧なキャッチを。次のレベル。もう全クリしたら。何、製麺中って。ロード中、お前なんかじゃおしゃれに言うね。はいはい。レベル6ですね、次。な、これ早そう、なんか。早い。待って、それ、そこ落ちんの、なんでその2個目のやつ落ちんだよ。初耳なんですけど、マジで。その2個目のやつが落ちることは理解した。軌道がかなり乱れる。ダック。くっそ、イライラすんなこれ。絶対取る、来い。はい、完璧なキャッチ。次のレベル最後。待って、なんもないじゃん。なんだこの風船は。いつ割れるかわかんない系ね。早く割れろよ、じらしすぎだろ。早くしろマジで。え、一生割れない。いや、じらしすぎよー。ははははよーしよーし。さあ、次のレベル。なんだこの弾みとかっていうのは。絶対吹き飛ぶじゃんそれ、うどん。だから面で来たら取れないから、ちゃんと先っちょから振ってこいマジで。さあ、しっかり取っていきたいここは。さあ、もうだから面は製麺の面だけに、面で来たら取れないから。絶対取る、絶対取るよ。うどん取ります、取ります。はい、取りました、デスター。しゃ、こういうゲーム好きだわ。無限にできる。なんだ、どれが落ちてくるか分かんない系ね。さあ、どれが落ちてくる、
どれが本物だ？集中。はい、完璧。なめんな俺の技術。うどんキャッチャーと何かけて。これはさあ来い。なんかフェイントありそうな。これ完璧すぎる。タヌキの一回転もみもう余裕。はい、次のレベル。どんどんいく。テンポ制面中ね。はい、そういうちゃっかりね、雰囲気出してきた。はいはい。なんだこれは、歯車は。超むずいじゃん、これ。待って余裕天才。もう極めちゃったかもしれない。次のレベル。何レベル。待って、ちょ、なんだこれは。なあ、瞬間移動しだしたぞ、うどんが。しかも筒も細くなったし、いつ来るか分かんないでしょこれ。ちょっと待って、なんか動かなくなってくんだよね、指が滑って。もう一回いく。ちょ、ここかなり難所だわ。あ、なんか取れた、取れた、奇跡的に。よっしゃ。はい、次のレベル。なんだ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 これは。いつ出てくるか分かんないけ。絶対これバーンってやるでしょ、ひっくり返すでしょ絶対これ。だから麺は無理だって言ってんだろ、何回言わせんだよ。ちょ、危ねえ危ねえ、今出てくるかと思った。さあ来い。完璧でございます。さあどのレベルまでいけるかな、これ14レベル。さあかなりなんか複雑になってきてるぞ、この複雑さに。なんでよ、今の取れたでしょ完全に。自分から出てったぞうどんが。筒に素直に入れ。さあ絶対取る。来た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 、俺のうどんが。あっ、あーミスター。もうすったか、こいつサラダ虫みたいだな、このうどんが。食事中の方は申し訳ございません。絶対取るわ。さあ来た、来い。よしよしよし、世界一うどんを愛する男になりたい。最後レベル1520までいくわ。なんだなんだこれは、なんなんだこの演出は。余裕って汚ねえこれ。なんでこのレベル12にこれ設定したんだよマジで。はいはい、お、なんだなんだこれは、これは一体何なんだ。レベル16。いや、それは無理、それはそれは取れません、誰でも取れません。こんなんは意味が分かんないじゃん、このルーレット、ルーレット調のなんか演出。いやいや無理です。急に急に鬼畜極め始めた。レベル16、マジレベル20までいくわ、絶対取る。ペチャじゃねえんだよ、取れてんだろボケが。マジ判定しつかりしろ本当に。タヌキってのはまだ腹立つんだよな。入った時は爽快だわこのゲーム、めちゃくちゃ気持ちいい入った時。なんだなんだなんなんだこれは。はいはい、決まりました。うん、全く俺の目はね騙せないよ。はいはい。さあレベル18、もう早いよ。出たー、グラスで急にひっくり返すパターンでしょこれ。雑雑だよひっくり返し方が。もうちょっと丁寧にひっくり返す。冒険うどんの扱いお前雑なんだよ。だから雑だっつってんだろ。ペチャじゃねえんだよマジで、絶対取る。ここで怒った、多分若干左に落ちんだよ。近いな近いな、そこまで行ったらもう直接入れてくれマジで。絶対取る、絶対に絶対に取る。完璧、完璧でございます。取りました。最後レベル19。なんだこれは、なんだこのチャクラみたいなやつは。
お、流れてきた流れてきた。これがこうなってこうなって、やばいなこれ、この弾み方やばいぞ。やばい、うますぎる、自分が怖い。さあレベル20、ここまでだ。うわ、どっちの風船かわかんない。うわ、これはこれは難しいぞ。超絶集中でございます。さあレベル20クリア。はい、ってことで本日はね、こちらのうどんちゅるんというゲームをやらさせていただきました。多分ね、レベル何まであるんだろう。レベルがね、今20で1234でしょ、1234、60まであるね。60まであるから、うん、もしね、面白いと思ったらね、次回ね、続きやっていきたいと思うんでね、ぜひね、教えてください。見たいか見たくないか。まあ、俺的にはやりたい。てか、もしみんなが見たくなくても、多分俺はやる。ていうことでね、レベル60まで見たい方は、ぜひコメント欄で教えてください。本日こちらの、うどんちゅるんというゲームをプレイさせていただきました。はい。てことでね、本日のデスターを、引いていきたいと思います。はい、ということで、本日のデスターは、抽選。はい、いただきました。4543番。はい、いただきました。松本工業高校の皆さん、おめでとうございます。うん、もう最後の、本日9月3日、デスターアイボックス第3弾の応募締め切り日になっておりますので、第2弾の最後の記念すべき高校は松本工業高校の皆さん、おめでとうございます。ってことでね、明日以降、新たな、抽選始まります。抽選というかな、で、応募数が多かったトップ10の高校は、学校は、団体は、無条件で10回連続が、順を追って呼ばさせていただくんでね、お見逃しないようよろしくお願いいたします。動画が面白かったらね、チャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いします。また明日のゲーム実況でお会いしましょう。バー